レーダーをちょっとこのテキサスでちょっと攻めてみて反応を見たいと思います。おはようございます。いかがでした？あっち。とりあえず3本。本当ですか？すごい。1で1本あ、本当ですか？あ、すごいですね。ありがとうございます。油断してると、油断してると釣れる。しかし釣られた後が個性やせん。痛かったでしょ。ノンキーサイズですね。さあ、午後の部スタートです。ちょっと渋かったんで上流方面行ってみようかと思います。まあまあサイズかな。よいしょ。ああ、よかった。よいしょ。
あ、ここ7かな。さっき良かったかもしれないですね。よいしょ。すごい風。36ですかね。ああ、よかった。よいしょ。はい、どうもありがとう。なんでここだけ避けてるんですかね。なんだ、雷でも打たれたのかな。ここ立ち木があって、なんかちょっとこういうふうに岬になってる、岬で、ちょっとなんか切り株があるんですね、見えないところ。で、多分そこにちょっとバス君たちもついてんじゃないかな、そんな感じはしますね。小鉢くんです。元気な小鉢くん。イエス、すごい暴れてる。バサーの味方、小鉢くん。こんな昼間の時間でも連れて愛を与えてくれるだなんて、言ってることがおかしいですね。これもまた綺麗だ、小鉢くん。はい、お、ジャンプしなかった。よし、小鉢くん。シルバー小鉢。ブルギルがすげえ寄ってきました。よし、はい、よし。いや、
俺のスモラが釣れますね。これ私一番好きなクランクなんですけど、ジップベイツさんの B スイッチャー40。これで、八郎の西エリアで、まあ、すごい爆笑したことがあって、で、まあ、本当忘れられないというものなんですけれど、いや、ブレイクラインの、ちょっと、狙って、飛ぶんですね、すごい。あ、涼しい。なんだ、バスが釣れた、バスが釣れた。すごい、こんなんで送ってくんですね。何かと思いましたよ。痛いでしょ。ピードクルを適切に釣れました。これで上がります。ありがとう、ありがとう。もうさすがに延長戦小バッチだけど嬉しいです。延長戦これで本当にありがとうございました。よし、はい、あ、ありがとう。よし、いや、まさに夏の日の釣り方クラタムでした。よし。